ただいま朝の5時半ごろに撮影しています、外は真っ暗ですね。フレメンゼルね、ちょっと見てたんですけど、なんかね、水隔離箱の中に白い粉みたいなのがすごく舞っていて、でしかも、そうですね、尾びれに白い点々が、ちょっと動きすぎやな、白い点々がついてるんですね。ちょっと画面じゃ伝わりにくいかな。白い粉がね、白点ってこんなに目に見えるものなのかなっていうのがあるんですけど、隔離箱の中だからこうやって白い粉が見えるのか、やっぱちょっと見えましたね今。尾びれにね、白い点々が3個ぐらいついています。まあ胸びれとかにはね、エラのそのヒレね、今ついてないんで、ちょっとね、白点という判断はなかなか悩みどころなんですけど、どう入れた方が良さそうですね。この前もね、ランヨウハギにちょっと怪しいなという点が見受けられたので、今日一日はちょっとどう入れてみようと思います、長期的に見てここで一回白点は退治しといた方がいいかもしれませんね。もしかしたらレモンピールが持ち込んでた可能性もあるので、ちょっと銅は、あ、そっか。でもフレーメンゼル銅に弱かったな。そうですね、低濃度でいきましょうか。0.3ppm で治療開始したいと思います。ただいま、12時過ぎに撮影しています。午前のお客さんが終わったので、ちょっと今から餌やりですね。今日は10時にライト点灯しているので、今から全体の餌やりと、ここのね、同イオン治療の、追加添加ですね。また1袋分はもう100リッター分なので、今朝全て投入しています。で、6時間経ってるので、100リッター分のこの4メモリのうちの1個分ですね、それを6時間ごとに1日目は投入していきます。で、白点は取れてますね。白点だったとは思うんですけど、まあ1日2日間はしっかりとちょっと同イオン治療しようかなと思っています。それでは今から1/4を点火して全体の餌やりしていきたいと思います。